放牧中の牛が熊に襲われる被害が相次いでいる道東の厚岸町で、牛を安全な場所に移す作業が進められています。厚岸町では先月から今月にかけて放牧中の牛が熊に襲われる被害が4件起き、合わせて7頭が死にました。襲った熊は見つかっていません。4頭が被害に遭った町営牧場では、再発を防ごうと牛を安全な場所に移す作業を昨日から始めました。町内の農家からおよそ1600頭を預かっていますが、このうち被害のあった地区で放牧していたおよそ900頭を農家に返したり牛舎に退避させたりしています。町によりますと、この被害で町営牧場が被った損失はおよそ1600万円と推定されるということです。熊による被害は隣接する標茶町でも起きていて、2つの町と道などは明日対策会議を開くことにしています。1つの町だけではもう対応しきれなくなっているというふうに考えています。広域的な取り組みを検討していかなきゃならないのかなというふうに思います。